峰山町は京都府北部の中郡にあった町、丹後半島の付け根に位置し、丹後国風土器の天女の羽衣伝説で知られた。2004年4月1日に大宮町、八坂町、網野町、久美浜町、丹後町の五町と合併して京丹後市となった。丹後地方の地場産業である丹後地理面発祥の地として知られている。また、 機械金属工業の集積地でもある。峰山の町省庁省は、峰山町の M と実を図案化し、結びの線は、町民の固い団結を意味し、両翼を広げた翼の形は、町の飛躍や発展を表す、羽ばたきの姿で表現された。町の木はカエデ、町の花はサツキ、町の特産品として、丹後チリ麺、地酒、味噌、醤油などが知られた。 1927年の北丹後地震における、峰山城の被害丹後国は713年に丹波国を分割して設けられた国だがであり、古代の丹波国の中心であった。弥生時代前期の土中下級遺跡、大木谷遺跡があり、大陸系の塔が出土している。伊勢下空の古地であり、日本における五国、養蚕、織物、醸造などの発祥地とする伝承が残る。 江戸時代初期から明治まで、峰山藩京国市の両国として栄えた。京国市は、関ヶ原の戦いの後、高知の第二、品の国井田から十二万三千二百国で、単語国に入国した。高知の没後宮津藩、田辺藩、峰山藩に分かれることになる。峰山藩は、峰山に陣屋を構え、初代から十二代まで、京国市が藩主を務めた。 なお、峰山神谷町の地名は1869年に変更され、この地名が現在も大あざなの一部として引き継がれている。1889年4月1日に町村制が施行された際、峰山町と杉谷村が合併して改めて峰山町が発足した。1927年の北単語地震の際には、峰山町は滅失率が97%と、 大きな被害を受けた。1955年1月1日には、峰山町、吉原村、五花村、新山村、丹波村の一町4、村が合併し、改めて、峰山町が発足した。1979年から松田慶一が、峰山町長に7戦した。2004年4月1日に、大宮町、八坂町、網野町、久美浜町、 丹後町の五町と合併して、京丹後市となった。京丹後市発足後には、峰山町役場が、京丹後市役所のメイン庁舎として使用されている。また、京丹後市発足直後には、増田が、市長職務執行者となった。旧峰山城中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。丹後半島の北、東西約4 0トル南北約2 0トルの東北東から西南西に伸びる地域は一般に北丹後と呼ばれ大部分は産地である。中央部を南北に流れる竹の川を境に東側は標高500から6 0 0ルの産地が連なる高原上地形、西側は 峰山、阿弥の山地、久美浜山地となっている。竹野川は、丹後半島では、最大の川であり、京丹後市大宮町五十河から同市丹後町、竹野までの約3 1トルを流れている。峰山町は、この竹野川の中流、中群盆地に開けた町である。町の面積は67.45平方キロメートル。峰山町内には、松戸目川、九地川、 小西川など、竹野川の支流がある。これらの川の流域には、し岸球が見られる。峰山町で最も高い山は南西にある磯砂山であり、西に九時岳、東北に小原山がある。九時岳など西側の山は、業海岩などの第三期の火山性の岩石に覆われている。磯砂山など南側の山は、河口岩からなる、急勾配の山であり、 中軍盆地の周りは、花崗岩の関係者の山や丘陵となっている。江戸時代に、町内の絹や佐平寺によって、単語地理面が、はじめ織りされ、これを、峰山藩が保護、奨励したことにより、単語地方の絹織物の集積地として、発展、商業の要所として流成した。戦後は、織物業の機械化に伴い生まれたミシン部品、自動車部品、 工作機械などの機械金属工業が導入され、急速に発展した。丹後地方の中でも、機械金属工業に関わる富や、組合、金融機関が、峰山町に集中し、そのため、第三次産業を就業割合が高く、1960年には峰山町商工会が誕生した。農業は稲作が中心で、素材や豆類、 種苗種木類,類なども栽培されていた。国勢調査による単語地理面の跡染め、織物アーケードのおたび商店街、京単語54マルシェ当日のおたび商店街1985年前後には9つの市街地商店街が存在した北単語地震後の1927年に、竣工した峰山町立峰山小学校本館1927年の北単語地震では、 多くの学校の校舎が倒壊した。同年には、鉄筋コンクリート作りの峰山町立峰山、小学校本館が竣工している。京丹後市発足後の2015年4月1日、北近畿丹後鉄道は、ウィラートレインズに譲渡され京都丹後鉄道となった。北丹後地震後の1927年に竣工した丹後震災記念館、駒猫で知られる、琴平神社。 琴平神社の夏季礼祭当日の峰山町内、吉村伊助。ありがとうございます。